遅くで済まないが、ミッションリストを用意した。端末を開いてくれ。ダイヤモンドドッグズへのオファーの中からボスに頼みたいものをリストにしてある。どのミッションを受けるかはあんたが決めてくれ。リストに追加したミッションの目的はそれぞれ、捕虜の救出、施設の破壊、要人の排除。あんたには物足りないかもしれんが、これで勘を取り戻してくれ。ミッションの詳細はカセットテープに吹き込んでおいた。受注するときの参考にしてくれ。ミッションをこなせば資金が手に入る。兵士や捕虜を回収することでスタッフも増える。俺たちの目的を遂げるため、まずはこのマザーベースを大きくする。そのためには、どんな汚れ仕事でも受ける。俺たちにもう休息はない。この痛みが消えるまでは。ダイヤモンドドッグズの発展は、あんたにかかってる。頼むぞ、ボス。ここ数週間、ワハン南方の農村がソ連軍の連続砲爆撃を受け、被害が拡大している。ソ連の焦土作戦、目的は CIA が支援するゲリラの殲滅だ。今回のターゲットはこの作戦で並ならぬ功績を挙げているスペツナズの支隊長。噂では奴の部隊はダスマセリアマンのムジャヒディン、ハミド隊も一晩で消滅させたという。優秀な指揮官、恐るべき人物だ。 CIA の依頼はこの男の排除、シュートオンサイトだ。すまないボス、これはただの仕事、何の恨みもない。俺たちの目的のためだけに行う、ソ連正規軍一指揮官のウェットジョブだ。
スペスナズの支隊長。依頼はこの男の排除だ。殺すには惜しい人材だが、方法はあんたに任せる。ボス、ナシャゴカレーへ向かい、ターゲットを排除するんだ。資産として GMP を向上できる。着いたな。ターゲットはその拠点にいる。奴はスペスナズの偵察部隊を連れている。油断するな。そいつか。顔をしっかり視認してくれ。ターゲットを特定するんだ。ソ連兵、以前は中央アジア出身者が多かったが、最近はロシア人が多い。異民族の方がお互い抵抗なく殺し合えるということだ。皮肉だが、その成果は出ている。これが人間だ。
資源か。量は少ないが、回収すればすぐに使えるだろう。収集だが、敵兵の言葉をあんたが理解できなければ始まらん。同時通訳には通訳のスキルを持ったスタッフが必要だ。
基本は観察と情報収集だ。まずは双眼鏡で状況を把握してくれ。捜索は諦めたらしい。地域から離脱させることにある。状況次第では空中からの支援攻撃も行うが、フレアグレネードを使えば目標の直接指示も可能だ。
知が来たか。砂嵐の中では目は塞がれ耳も聞こえづらい。だがそれは敵も同じだ。状況を利用しろ。スネーク！スネーク！